じゃん。SL マンのレールセットだよ。ここから開けて出していってみるよ。じゃん。こんなにたくさん部品が入っていたね。まずはここから開けていってみようかな。これは SL マンかな？ SL マン。SL マンがこんな感じで連結する貨車も一緒についているね。ここに運転席があって誰か乗ってくれるのかな？そしてここのところがこんな感じでなんか斜めになるようになってるんだよね。面白い動きをしそうだよな。そしてアンパンマンだな。アンパンマンのお人形とメロンパンナちゃん、メロンパンナちゃんのお人形2体が入っていて、さっきの運転席のところにアンパンマンかな。アンパンマンをこうやって立たせてあげることができるよ。それからバイキン UFO に乗ってるバイキンマンがいたよ。そしてここのところにドキンちゃんがこんなピョクポコするような感じでついてるね。あ、これをするとバイキンマンが一緒に踊るのかな。それから食パンマン、食パンマンもいるよ。これは何かお仕事をしてるのかな。手伝ってるみたいな感じだよね。こんなに大きなコースができたよ。アンパンマンが運転手で、メロンパンナちゃんがこの貨車に乗っている。この2つを連結させて、ここの貨車のところにこのアンパンマンの顔のボールを乗せてあげて、そして出発していくよ。エンジンスタートさせて出発進行。ここのところがちょっと突っかえてるから外してあげて、お、一旦バックオンしているよ。そしてこのバイキン場の中を通って、あ、このアンパンマンのボールがこのレールの上に乗っかってくるんだね。こんな動きをするんだよ。そしてこのボールをこのレールを使ってこの食パンマンのところまで持ってきてあげると、ここで積み込みをすることができるのかな。あ、積まれていく。あ、うまく積まれないこともあるのかな。ボールが1個乗ってるから、今度は2つ、あ、1個ずつ乗せられる。1個ずつ乗っていくんだね。面白いアクションをしてくれる、こんな SL マンのおもちゃだよ。